最近昼間の気温が上がり春を感じることがありますよね。春といえば桜ですが、その桜と間違えやすい花として梅や桃があります。こちらをご覧ください。他にもそっくりで見分けにくい花があるんです。白い花の方はスモモの仲間でベニバスモモです。開花はソメイヨシノより例年1週間から2週間早く街路樹などに使われていることも多いので、ソメイヨシノによく間違われるそうです。ソメイヨシノは花びらの先に切り込みが入っていますが、ベニバスモモは切り込みがなく丸くなっています。続いてピンクの花の方はアーモンドの花になります。花は桜にそっくりですが、ソメイヨシノは花柄の先に花をつけますが、アーモンドには花柄がなく枝から直接花を咲かせます。花が終わった後実が徐々に膨らんでいき、梅雨の頃に実が熟してきて夏になると収穫時期を迎えます。桜に比べてあまり知られていないかもしれませんが、ベニバスモモやアーモンドの花も思いがけないところにありますので、この時期に探してみると楽しいかもしれないですね。お天気アプリウェザーニュースでは今回ご紹介した記事もご覧いただけます。ぜひご活用ください。